さあ皆さん始まりました。3月の11日今が16時45分いつも通りマーケットの分析始めるんだけど、日経平均急落ですね。1位1000円超えて下がってたと。で、最終868円安の 38,820 円 39,000 割ってきてるんだけども、やっぱしね、下げてきたってところですね。期待値以上の何から今上がってるような状況だったので、最近までですね。で、僕に関して言うと高値のところでね、利益確定の売りを入れることができたので、今回ファインプレイできたんじゃないかなっていうふうに思ってます。皆さんにもね、事前にその情報を共有できててよかったというところですね。なので、円高も少ししてるし、マーケットも荒れてきてるので、全体のマーケットの状況のアップデート、いつも通りやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナスってなってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできてるので、そこあたりを踏まえてこれからの話参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるので、今以上に力をつけたいと思ってる人がいたら、まあ、検討してみてくださいというくだりの中で、さあやっていこうか。日経平均、まあやっぱし下がってきたねってところですね。はい、 PR17 倍の日経平均の理論値4万19円で、頭を取って一旦下落で、事前にみんなにね、4万4400円ぐらいかにも抵抗ラインがあるよっていうことを話してたし、ここの上昇に関してはボーナスステージだよって話してたから、まあそこに関しては見立ては間違ってはないんじゃないかなというふうには思うんですけどね。で、期待値的なところで言うと、やっぱし PR16 倍のと PR11 倍の範囲内を日経平均というのは過去の値動きを見ると動いてるから、3万7500円ぐらいまではね、落っこしてきても、まあ全然不思議ではないような状況なんですよね。特に今日は半導体株、もちろんそれも急落させてたんだけども、高配当銘柄であってバリュー株かな、トピックスも同ねぐらい下がってきてるんですよね。そこがどうかですよね。特に今月配当月なので、で、現状のチャートの形を見ると、パラボリック、このドットは日足の上の方に点灯して下落トレンドを形成中、ストキャスティックスはまだ売られすぎの水準にも達してないし、 RSI も切り下がってきてるんですよね。で、 RSI の割っちゃいけないライン、皆さんに何度も話してたんだけども、ここも今日割ってきてるんですよ。ということは、トレンド一旦崩れてるような形なので、もしかするとストキャスティックスが売られすぎの水準ぐらいまで落っこしてきても何ら不思議ないんですよね。で、MACD もデッドクロス、下落トレンドを形成中でしょ？形成中でしょ？ちょっとどうなのかなって感じがするよね。で、現状の日足の位置は、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったり、25日移動平均線ライン、この黄色のラインでボトムを取ってるんですよ、今日は。下ヒゲも伸ばしてるでしょ。ここで止まって上がってくるならば上昇トレンドは継続です。ただ今日のなんか下げ方見ると、利益確定売りも先行してるし、直近急騰していたね、して株的な動きをしてるやつもストップ安してたりとかなんかしてるらしいですよね。そういったところを見ると、一旦の過熱の修正っていうか、そういったのが起きても、もうしばらく起きてもおかしくないのかなって感じがするかな。今日の動きだけ見ると、やっぱし急落は3日までなので、2、3日連続して下落の波長が入ってくるかどうか見ないといけないんですよ。急落して、翌日にすぐにパッて戻してくることもあるんだけども、期待値的なところで言うと、その確率よりも連続して同じ方向に動く確率の方が高いんですよ。なので、2、3日ちょっと様子を見てやった方がいいのかなって感じがする。で、今回に関してはね、3月の5日までにある程度もうポジション切ってたので、僕もですね。値上がり影響を狙ってるやつに関しては。なので、ここの今日の急落に関しては直撃は回避されてる、してるんですよ。それ皆さんの方にツイッターの方で、X の方でポストもしてたし、ライブ配信中でもその当時話したと思うんだけど、あと信用の枠もカラッカラなんですよね。そこも全部売っちゃってるので、なので、キャッシュもある程度残してるから、安いところあったら今月配当月だからね。後輩と銘柄仕込みに行きたいなっていう考え方はあるかな。ただそれをね、市場が許してくれるかどうかですよね。じゃあそこあたりもひっくるめてマーケットのデータを見ていこうとも思うんだけども、とにもかくにも、ここの上昇がどういった経緯で行われたのか、起こったのかっていうのを把握してないといけないと思うんですよ。そこを話していきたいと思う。ね、で、まず見てほしいのが、昨年の9月から15日ですね。11日、9月15日から11月までの動き、ちょっと見てほしいんだけども、昨年の9月の15日、19日に日経平均は 33,500円、天井を取って、そこから急落してるんですよ。で、そこから一旦上がって下がって、11月、10月31日からこうバーンって上がってるでしょ、日経平均は。はい。
これがなんで今この上下が起こったのかっていうのをしっかりと認識する必要があるんですね。で、ここなんで9月の15日19日頭取ったのかというと PR16.11 倍まで上がったからです。で、かつある下落のスイッチがここでポチッと押されてるんですよ。はい。で、そこから一旦下がって 10% 上がって下がって10月の31日、ここである上昇のスイッチがポチッと押されて、そこから日経平均はさらに11月の2日に上方修正が入ってバーンって戻ったんですね、値動き。値段がね。はい。ここの動きをしっかりと認識していれば、ここの上下に関してもある程度推測することが可能です。で、そこを見る上で見てほしいのが Excel データですね。日経平均のまず理論値から確認していきましょう。今日のデータまだ出てないので、3月の8日先週末時点のデータなんだけど、EPS、日経平均の一株当たり利益は2354円なんですよ。で、これかけることの PR をしてもらうと日経平均の理論値が出てくるんだけども、例えば直近目先で意識されていたラインは PR17 倍なんで、さっきの EPS に17かけてもらうと4万19円出てくるんですね。ここで今回頭取って下がってるんですよ。ただし、過去のレンジ、期待値のところで言うと、日経平均って大体さっきも言った通り、PR11 倍から16倍のレンジ内でいるわけなんですね。はい。PR11 倍まで下がったら目先割安感から買い、で、PR16 倍まで上がったら目先過熱感から売り。っていう期待値がある中で、今回16倍超えて17倍まで上がったんですよ。うん。まあいろいろとね、やっぱし AI 関連銘柄が爆投した、半導体株が強かった、一極集中したよね、マネーが。っていうところであったりとか、あとはね、マーケット全体で空売りが多かったっていうところ、まあいろんな期待値を高める要因があったんだけど、とりあえず日経平均は過去このレンジ内で動いてますってところだけ把握しとってください。なので、このデータを取るときは必ず PR11 倍から16倍の範囲内で、最悪と最高を意識して、しっかりとデータを取るっていうことを、皆さん、このデータを作るときはやっててほしいかなとか一つポイントですね。じゃあ、過去9月の15日から19日、11月、昨年ね、どういった動きをしたのかっていうのを見てほしいんですよ。ここですね、まず。2023年、昨年の9月の15日、19日、日経平均の PR は16倍だったんですよ。なんでかっていうと、この当時の日経平均の EPS が2063円、今よりも300円低かったから。なので、これかけることの PR16 倍をしてもらうと、日経平均の理論値が大体3万3000円ぐらいなんですね。3万3000。そこにタッチしたので、昨年9月は、15日は頭取ってから下落。さらに9月20日にある下落のスイッチが入ったから、下がってるんですよね。はい。で、ただしなんですよ。ただし、昨年の11月に、大幅な上方修正が入ったんですね。11月2日、日経平均の一株当たり益、2077円から2157円。単日たった1日ですよ。3.83% EPS が爆上げしたんですよ。その結果、理論値が上方修正されて、PR16 倍のラインが 33,243 円から 1,300 円上昇の 34,517 円に上がったと。で、この時何が起こったのかっていうと、決算シーズンです。決算で、いい決算が全体的に出たので、日経平均の EPS がドーンって上がって、理論値もバチコーンって上がったんですよ。で、個別銘柄もそうなんだけども、企業が情報修正すると株って上がるじゃないですか。利益が増し増しになると。それと一緒。はい。この理論値もベンチマークなので、これが大幅に情報修正されると日経平均でその後上がりやすいんですよ。で、最高ですね。3万6000までこの時期上がったんですね。理論値が。3万3000から3万6000。要は約3000上がったんですよね。ドーンって上の方に。だから、11月相場上がったんですね。かつ、10月31日にある上昇のスイッチが入ったから。で、今回は、下落のスイッチとかも入ってんだけど、うん。じゃあ、直近の決算シーズンで日経平均はどうだったのかってところを見てほしいんですよ。2月の8日、日経平均の一株当たり益、前日2256円から 2309.73 円、単日 2.38% ドーンって上がって最高で、だいたい2387円まで上がったんですね。その結果、今回、2月、理論値どういった風に変化したかっていうと、3万6000円ぐらいだった理論値が、3万8000円まで、3万8200円まで上がったんですよ。2000円大幅に上方修正されたんですね。だから日経平均は上がってるの。かつ、2月の7日にある上昇のスイッチが入ってます。そこもね、前皆さん言ってたんですよね。うん。ここですね。3万6000から、3万8000で最高4万まで上がったと思うんだけど、ここの初動に関してはある条件を満たしたら上がってくるよ、2つの条件必要だよってことを話してて、その一つが今言った EPS の上方修正なんですよ。上方修正なんですよ。それが入ったことによって
11月相場上がったわけでしょ。それと同じことがここの時期でも起こってるんですよね。なので日経平均上がりましたと一つ根拠が生まれたんですよ。はい。じゃあもう一つ のちなみにサインが条件が何なのだったのかっていうと、これがビックス指数ですね。はい。市場の不安心理を表す恐怖数です、これ。でこれって何なのかっていうと、機関投資家がオプションでヒッジをかければかけるほどビックス指数は急騰、逆に株は急落しやすいんですね。でビックスが急落すると逆に株は上がりやすいっていう性質がある。で全てのトレンドの転換点は MACD から来るよって話をずーっと何年もしてて、チャンネル解説当初からですね、だいたい急落急騰ここを見てたら回避することができるんですよね。はい。ビックスの MACD、例えば8月25日にデッドクロス形成してるじゃないですか。これ上昇のスイッチです。で9月の20日ゴールデンクロス形成、これ下落のスイッチですね。でここで10月の10日で上昇、10月の19日これ下落のスイッチ入りました。で10月の31日これ上昇のスイッチ入って、じゃあ直近はどうなのかっていうと、2月の7日にデッドクロス形成で上昇のスイッチ点灯で、直近はここですね、3月の7日ゴールデンクロス形成で下落のスイッチが入ってるんですよ。はい。まあ、ここも一応上昇のスイッチですね。で、ここと、ここのゴールデンクロス形成に関しては騙しです。はい。で、騙しであることは事前に皆さんに話しているので、騙しっぽいよねっていうのは。見分け方があるんですよ、ここに関しては。はい。まあ、それはメンバーシップ内でしか話してないので、メンバーさんはシャープ111の動画を見ててもらえたらなっていうふうに思うんだけども、じゃあ、この今言った日付と日経平均を、まあ、プロットしてみましょうって、見比べてみましょうっていうところなんですよ。すっごい面白いですよ、本当に。これ見てたら大体、当たるんでね。ビックスとマックにデッドクロス形成した8月25日上昇。で、9月20日下落でしょ。で、PR16.11 倍まで上がったからちなみに下がってます。で、そこから上昇、下落で入って、10月31日、ビックスとマックにデッドクロス形成、かつ、11月の2日に EPS が上方修正されて、日経平均はバーンって 10% ぶち上げました。で、そこから上下して、2月の7日ですね。はい。ここで VIX と MACD、デッドクロス形成して上昇のスイッチが入ってるんですよ。かつ、2月の8日に EPS の情報修正入ったわけでしょ。昨年の11月相場と一緒ですよね。で、そこから上昇が本格化して上がってってる。日経平均の。はい。で、3月の7日。VIX と MACD、ゴールデンクロス形成。下落ですね。なんでかっていうと、これ爆撃戦略っていう無料動画があるので、下の概要欄の方にリンクありますか？それ見ててほしいんだけど、ビックスとマックディゴールデンクロス形成したまんま、SQ 州に突入すると、その州が荒れやすいっていう期待値があるんですよ。期待値があるんですよ。特に、今月はメジャー SQ。3、6、9、12がメジャー SQ 州。その他の月をマイナー SQ 州って言えるんですけど、SQ って何なのかっていうと、要は先物の期日の入れ替えなんですよ。いや、古いもの、例えば古いものを売って新しいものを買うみたいな感じですね、イメージで言うと。売って買ってっていう先物上の需要が、はい、発生するので、SQ 州って荒れやすいって言われてるんですね。特にメジャー SQ 州は、マイナー SQ 州と比べてその期日の入れ替えが多いので、なので余計やっぱしSQ 州今月は警戒しなくちゃいけなかったんですよね。で、その中で、ビックスの MACD がゴールデンクロス形成したので株は下にスターン下がってるっていう、そういった状況ですね。はい。なので、僕はもう3月の5日ぐらいにはもうある程度売ってました。ちなみに。うん。で、3月の7日ぐらいにも確か売ったのかな？うん。それ事前に皆さんに話してますけど。なので、とりあえずいいとこで売り抜けられてるなっていう感覚はあるかな。ただし、全部売ってるってわけじゃないです。超長期のものに関してはホールドしっぱなしなんだけど、目先短期的な値上がり益を追求して買った銘柄に関しては、利益確定の利用したっていう、そういった感じですね。高いもの売ってましたからね。はい。あとは今月配当月だから、高配当銘柄が上がってきてほしいなっていう期待感から、一旦押してるけど、単発で割ってほしいなっていう感じで思ってるところはもちろんあるけどね。うん、そんな感じですね。なのでここの上昇の傾向に関しては、はい、まあ理解することができましたと、上がったことに関してはね。ただし期待値は PR16 倍までなんですよ。3万8000円までは今その EPS が2000円上方修正されたんで上がるよね、これわかるんだけども、今それを超えて PR17 倍まで上がってるんでしょ。これがなぜなのかなんですよ。 AI 関連銘柄が爆上げした、さっき言った通りですね。
もう一つさっきも言った通り、空売りがマーケット全体で増えている、極端に。それが起因で、ショートカバーが誘発されたってところがでかいですよね。じゃあ、そこのデータも見ていこうと思うんですけど、まず見ていくのが、日商合計の信用倍率ですね。これ、マーケット全体で信用の売りと買いがどれだけ多いのか少ないのかっていうのを表すデータなんですけど、はい。3月の1日の週、マーケット全体で信用の売り算が9484億円あったんですね。その前の週とかって1兆円超えて異常値まで空売りが膨れ上がってたと。で、反面買い方は、売りよりも買いの方が 4.32 倍多い、だいたい 4.1 兆円ぐらい入ってるんだけど、信用評価損益率はマイナス 3.6% なんで、信用取引で買ってる人はそこまで含み損を抱えてるような状況ではないんですよね。ないんですよね。なので、そういった状況の中で株が下がるに下がらない、イケイケドンドンの相場が来ました。空売り勢は焦って、空売りの買い戻しに走ったんですよ。ショートカバーが、要は PR16 倍から17倍まで日経平均をぶち上げた要因として、個人的にはかなり寄与してるとは思ってます。こんだけ空売りが多いんで。で、それを狙って、やっぱし、証券事故も買ってきてましたからね。ショートカバーを狙って。買い仕掛けてましたからね。はい、これ投資主体別売買動向ですね。現金部分です。3月の1日の週、証券事故は、日本株を現金で2746億円買ってます。で、海外勢も3834億円買ってて、個人、投信、信託銀行は売り越したんですよ。現状。はい。信託銀行は、2589億売ってですね。で、これは日本の年金基金が信託銀行経由が注文出してるって言われてるので、ずっと前から。なので、おそらく年金がリバランス、まあ、利益確定の売りに動いてるっていう状況だとは思いますと。で、海外勢買ってきてて、証券事故買ってる時点で、まあ、強えな。反面個人投資家売ってるよね。この並びが出てると、結構強いんですよ。マーケット全体は。次、木曜日に最新データ出てくるんですけど、海外勢と証券事故は売ってるかどうかですよね。で、特にやっぱ証券事故。ここが、食わせ物で、さっき言った通り、マーケット全体で空売りが急増してるような時、証券事故はバン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 買ってくる傾向が去年から出てるんですよ。はい。昨年の、例えば1月の27日から6月の末にかけて、3月10日ですね。証券事故は毎週のごとく日本株を買ってて、最終 1.4 兆円買ってるんですよね。めちゃめちゃ買ってるんですよ。で、4月の21日から6月の末にかけても、証券事故は毎週のごとく日本株を現金で買ってます。はい。で、8月の10日以降もそう。もう毎週のごとく買ってるんだよね。ただし変化が起きたのが9月29日から10月の6日。この週に証券事故は買い越し額を大幅に減少させて、前週5500億円ぐらい買ってたのに875億円に減額、買い越し額を。翌週に 1.1 兆円売ってるんですよ。なんでなのかっていうと、その時期、空売りが激減したからですね。もう一回見ましょう。日商合計の信用倍率を。1月の27日から3月の10日の週、昨年の売り算。6000億円台、これボトム近辺ですから、8000億、9000億、異常値である1兆円まで売り算増えてますと。1兆円まで膨れ上がった、売り算を見るのは、この時期が初めてですね。僕個人で言うと。はい。そんだけ、ものすごい増えてました、空売りが。で、4月の21日から、6月の末もそうなんですよ。空売り算が6000億、8000億、9000億、異常値である1兆円まで空売り急増。8月の10日以降もそう。めちゃめちゃ多くて、9月の15日、9887億円、約1兆円まで売り算この時も増加してたんですよね。ただし、ここから激減してるんですよ。9月29日、10月の6日、9000億円から7000億、6000億円台まで、空売りが激減してるんですよね。それを見て、証券事故は売り越しに転じてるんですよ。で、直近も増えてたわけでしょ。で、それ見て、証券事故買ってきてるんですよ。で、この傾向に関しては、もう去年からずっと言い続けてることなので、もうすぐ分かったからね、ここに関しては。傾向がね。なので、去年の相場、めちゃめちゃ上がったじゃないですか、日経平均。上下繰り返しながら。うん。それと一緒です。今回も、やっぱショートカバーがかなりね、やっぱし、寄与してる。寄与してるところがある。はい。これが、やっぱし、期待値以上の何かを誘発させた原因ですよね、一つが。AI 関連、半導体株が、まあ、爆上げしたっていうところと、下がるに下がらないで、空売りの買い戻しが誘発された。かつ、日経レバレッジであったり、ダブルインバースですね。日経レバレッジっていうのが、銘柄コード1570なんですけど、はい。
これって何なのかっていうと、日経平均が 10% 上がると 20% 上がる、逆に 10% 下がると 20% 下がるっていう商品なんですよ。これ日経レバレッジって言うんですけど、でもう一つ、日経ダブルインバース、これは逆なんですよね。日経平均が 10% 下がると 20% 上がるんですよ。はい。で、10% 上がると 20% 下がるんですよ。はい。ん？どうだ？だから日経平均が 10% 下がると 20% 上がって、10% 上がると 20% 下がるんですよね。逆に、動きに儲かるんですよ。逆の動きをするんですよ。このダブルインバースの買い算が急増しているのと、日経レバレッジの空売り算が急増していたっていうところも、おそらくショートカバーに大きく寄与してたとは思います。そういった試合だったっていうところなんですよね。で、ショートカバーって短命なんですよ。終わったら終了なんで、はい。そこに AI が被さってきてるような形なんですよね。円高も加速してるしね、特にね。はい。ドル円、146円の70銭台ですね。うん。アメリカの雇用統計受けて、まあ、失業率が予想以上に悪化したと。予想 3.7% から 3.9% に悪化した。で、アメリカの金利が下落。逆に日本の金利は上がってるので、なので、円高加速しちゃったんですよね。で、輸出関連銘柄、自動車関連とかも弱いじゃないですか。うん。ちょっときついよね、ここあたりね。うん。ドル建ての日経平均。ここで見てほしいのが、さらに。これめっちゃ重要なんですよ。ここね、今日下落トレンド形成してるんですよね。で、これ何なのかっていうと、日経平均割ることドル円のチャート。要は海外投資家が見ている日経平均がこれなんですよね。はい。これが今日、バンドーク終了のサイン出てるんですよ。バンドークっていうのが何なのかっていうと、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドです。で、そこから日柄調整が入って、パラボリック、マック D が下落トレンドを形成すると、一旦ボリンジャーバンドの中央線25日までの下落が起こりやすいっていう期待値があるんですよね。なので、直近の日経平均もそうですよ。バンドークだったんで、これ。バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が下落トレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央線25日までの軌道修正が起こりやすい、下落しやすいよっていう期待値通りの動きを今日してるんですよね。はい。で、ドル建ての方もそうなったんですよ。海外投資がこれ見てトレードしてるんですよ。はい。わかりやすくちょっと見せするんですけど、ちょっとここあたりのやつも消してね。友達ちょっといらないんで。投資主体別売買動向と、このドル建ての日経平均を見比べることがすっごい重要で、例えば8月の9日以前、海外投資家日本株をキャッシュでバンバン買ってたんですね。で、上げ下げしてダブルトップのネックライン、このピンクのライン、ボトムラインを割った8月の9日以降、一気に海外勢は売りに停止したんですよ。で、売って売り上がって、売りまして、で、一旦上がったんだけど、9月の15日、20日、9月末あたりね、ピンクのラインタッチしたんで、ここでも1兆円ぐらい海外勢は売り越してるんですね、キャッシュで。で、200日移動平均線内、このピンクのラインを下回ったここあたりの段階で1兆円ぐらいキャッシュで日本株を元気で買って、で、ここの上昇に関しては1兆円の先物の買い仕掛けが入ってます。で、200日ラインを抜けたここの段階で3600億円相当買ってるのかな？買いましたと。ただし、この日足の割抵抗ラインであったり、ピンクラインにタッチしたこの週で1兆円ぐらいまた売ったんですよね。売ったんだけど、抜けてトレンド、上昇トレンドに発展したので、そこから海外勢は買って買いまくって、で、昨年の6月の高値ラインを抜けた段階で、6週連続で 2.5 兆円ぐらい爆買いしてるんですよ。で、そのデータが、さっきの投資主体別売買動向から見て取れますと。はい。ちょっと見てみましょうかね。8月の10日以前。海外勢は日本株をキャッシュでバンバン買ってたんだけども、さっきのピンクのライン割った段階で1兆円ぐらい売ってるんですよ。で、昨年の9月の末ぐらいにも1兆円以上売ってるんですよ。9月はもうだいたい2兆円ぐらい売ってるかな。で、200日ラインを下回った段階で1兆円キャッシュで買いますと。で、ここあたりで先物1兆円の買い仕掛け。200日移動平均線超えたんで3600億円相当買った。買ったけど、上値の抵抗ラインにタッチしたから冷やしとかの。ここで1兆円売ったんですよ。売ったけども抜けたので買い越しに転じて、1月の12日、はい、昨年の6月の高値ラインを抜けた段階で、6週連続で 2.5 兆円買い越し。ここあたり 2.7 兆買ってるんですよね。で、ここプラスって、引いて足してっていう形で買いが入ってるんだけど、合計でここあたりで3兆円ぐらい買ってます。見てわかるように、連動してるんですよ。投資主体別売買動向とここの値動きっていうのが。
ということは、このチャートが崩れてしまうと、海外投資家が売ってきている可能性が考えられるので、で、かつ、今、バンド終了のサインが出てきてるから、ちょっとここあたり売り越しに転じてきてるかもしれないね。っていうのが、ちょっと考えられるかな。ちなみに、日本株の過熱感に関しては、そこまで過熱感ないです。騰落レシオ。はい。これ日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標であって、120を超えると過熱気味、8を下回ると売られすぎっていう風に判断するんですけど、今、ニュートラルな状態なんですね。どっちにもブレてないんですよ。どっちにもなり得るってことなんですよね、要はね。まだニュートラルな状態でもね。まあ、それ、そんな感じですね。はい。じゃあ、今日ちなみに日経平均の上下に寄与した銘柄がどこだったのか、そこも確認していこうと思うんだけども、上がってる銘柄もあった。僕も持ってる銘柄で5銘柄ぐらい上がってたからね。で、上昇強度1位、オリンパス 2.55% 上がって、日経平均を1銘柄だけで7円相当押し上げてますと。で、その下にリクルート、大日本印刷、アステラス製薬に任天堂。まあ、直近分かったところが少し上がってたりしてるよね。アステラスとか見るとね。高配当でもあるし、配当に回り 4% ぐらいだったっけな、確か。すいません。電話かかってきたんで消しました。で、逆に下落トップはどこだったのかっていうと、東京エレクトロン 3.15% 急落、日経平均を1銘柄だけで120円相当押し下げましたと。はい。で、下落2位がソフトバングループ 6.04% 急落、日経平均を110円相当押し下げてるでしょ。アドバンテスト、ファーストリテイリング、ソフトバングループ、信越化学工業、ここあたりがこぞって大幅に下落してるんですよ。直近言われていた AI 関連とか半導体関連がちょっと崩れてきてますよね。うん。じゃあ主力銘柄の動きをちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい。今日上下した銘柄。上がった銘柄、ちなみにリクルートであったり、任天堂、あとニトリ。ニトリに関しては円高関連銘柄なんで、円高になると上がりやすいんですよ。そういうところで上がってるかな。で、反面下がってる銘柄がフェローテック。7.48% 急落。で、ソフトバンクグループも 6% 相当下がって、アドバンテストも下がってると。もうここも急落ですよね。で、急落は3日までなんだけど、レーザーテックも下がってるんですよね。あ、レーザーテックはもう想定通りの動きしてるので、おかしくはないね、下がっても。はい。フィボナッチのレッドゾーン。423.6% 戻しラインの 43,400 円で頭取って、下がってるわけなんですけど、ここも規則正しいパターン出てたんで、はい、簡単でしたね。ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと25日移動平均線ライン、この黄色のラインをボトムラインとした綺麗な上昇波動を形成してるでしょ。大相場形成するときって大体このパターン出てくるんですよ。で、このパターンが崩れたときが下げてくる期待値が高まるんですよね。要は日足がこの2つのラインを下回って、かつ5日と25日がデッドクロスを形成すると、その後しっかりめの修正、下落が入りやすいっていう考え方があって、かつここではダイバージェンス効果も出てたと。日足の割抵抗ライン切り上がってるのに、 RSI と MACD の割の抵抗ラインって切り下がってるじゃないですか。こんな形でね、 MACD の上値抵抗ラインも切り下がってる。要は株価は上がってるけれども、トレンドが弱まってたんですよ。その段階で RSI の下値ラインを割っちゃうと、しっかりめの調整が入りやすいよねって話をしていて、そこ終わってから一気に急落してるような形かな。この株に関しては。終わった段階でね。この話をずっとしてたので、直近の動画であったり、ライブ配信でも。なので、ここは結構簡単に予想できてるところだった。で、売買高ランキングでもトップの方に来る銘柄だから、やっぱレーザーテックの値動きって追っとかないといけないですよね。持ってても持ってなくても。うん、必ずね。ここ崩れてきたんですよね。で、輸出関連銘柄、自動車関連も下落でしょ、円高いっちゃったんで、トヨタも急落、これバンドオフ終了後の動きですよね、これもね。バンドオフ日柄調整が入って、パラボリックマックディア下落トレンドを形成すると、一旦ボリバの中央線25日までの修正が入りやすい。でもこれもまだ、なんとも言えないじゃないですか。別に何も起こりないので上がってくる。安易に買えないですよね。TDK も下がってる。で、これもちょっとバンドオフ気味になってきてるでしょ。で、スバルであったりとかも急落。うん。利益確定売りが先行してますよね。で、ファストリーであったり、ダイキン工業も、下の方に突っ込んだと。ダイキンに関してはもう、やってる人ってほぼいないと思うんですけどね。ちょっとチャンネル見てる人はね。需給が悪いので、全然動かないじゃないですか。で、下落方向にバンドオーク発展しやすそうだったから、はい、ここに関しても、ライブ配信で話していた通りの動きが入ってるんじゃないかなっていう感じかな。
トピックス 2.2% 急落ですね。日経平均以上にトピックスが下げたんですよ。最終 EV になったんですけど、一時日経平均よりも下がってたもんね、トピックスがね。ここもバンドオーク終了の知らせで下がったんですよ、ボリバの中央線まで。第一だよ、期待し通りの動きですよね。NT バイリス、日経平均割ることのトピックスのチャート。まだトレンドは下向きかな？はい。これ分子が日経平均で分母がトピックスなんですよ。要は、上がると日経平均への強度の高い銘柄のパフォーマンスが良くなる傾向が出てきて、下がるとトピックスへの強度の高い時価総額の大きいバリュー株がアウトパフォームしやすくなるんですよ。で、今月は、これが下がってくるだろうっていうことをずっと話してて、下がってきてはいるんですよね。要は高配当であったりバリュー株、配当月なんで、今月の最大テーマって、やっぱし配当取りと日銀の政策変更じゃないですか。そこに被るところの銘柄がパフォーマンス良くなると思って、高配当銘柄とかやってたりするんですけど、これはね、まだやっぱし下げ基調ではあるとは思う。配当月だからね。こっちよりもこっちの方がアウトパフォームしやすくなるのかなっていう感じはしてる。はい。出ます。で、ちなみに、今日銀行株はどうだったのかってところも見ていこうと思うんですけど、はい。なんでなのかっていうと、今月の最大テーマって、日銀の政策変更と配当取りだよって言ったじゃないですか。ダブルで被ってるのは、やっぱし銀行株なんですよ。だから直近強かったんだけど、ここあたりも今日下がってんだよね。三菱 UFJ。はい。フィボナッチとレッドゾーンですね。バンドオーク終了サインで、一旦ボリバの調整25日まで押してるでしょ？三井住友フィナンシャルグループも、フィボナッチの過去のレッドゾーン内で動いてます。これ前から引いてるやつね。はい。みずほもそう。4.7% 今日急落。銀行株も今日全部ダメだったんですよね。レッドゾーンなんですよ、フィボナッチの全部。だいたい今まで上がってる銘柄ってのは、フィボナッチとレッドゾーンあたりで頭取って今日下がってきてるよね、直近ね。先週今日という形 で日本の10年債利回りは 0.754% です。ちなみに上がってる。アメリカの金利は下がってるのに日本の金利は上がってるんですよ。アメリカの金利は2年債利回りが 4.482% を5年債10年債利回り20年債利回りも低下中なんですよね。アメリカの金利低下してるんですよ。なのに日本の金利上がっちゃってるから余計円高に行きやすいっていう状況かな。で、明日が CPI の発表なので、結局そこでね、また大きく動くんでしょうね。円安に傾いたら、日経平均上昇しやすいと思うんだけど、やっぱりスケジュール的なところで言うと重要局面なので、重要イベント前なので、安易にポジションをこの段階で取ってくる人は少ないんじゃないかなっていうふうには思う。またなんかアメリカの金利が下がるような、要は結果が出てきて、はい、市場層下回ったりとかしてね。CPI が、消費者物価指数が。で、円高加速とかになってくると、アメリカの金利低下して、そうなってくると、また日本株の下落圧力につながる可能性があるわけでしょ。そういうところをひっくるめて、やっぱし明日もポジションは取りにくい。CPI の結果見てからだと思う、結局のところは。明日は過度に安易にポジション取らないっていうのが重要になってくるかなって感じかな。で、今ちなみに日経平均の先物は440円下がってるんですけど、これは配当落ち分の250円の下落圧力も含みされているので、正確には232円。CFD の下落率見とってください。要は今月配当月なので、配当を絞って日経平均250円の下落圧力が毎回入るんですよ。3区とかね。はい。それを上乗せして、その下落圧力を上乗せして、今、日経平均先物は下げてるんですよ。445円。なので、ここから250円引くと、だいたい200円なんですけど、今 CFD212 円で動いてるからね。安で。はい。なので、そこは皆さんポイントとして配当月特有の動きを先物してるよ。今400円下がってるけど明日400円下がるわけじゃないよってところだけは知っててほしいかな。そんなところですね。じゃあ日本株と米国株の優位性ってところは見ましょう。米国株に傾いてきてるんですよね。NS バイリス。これ日経平均割ることで S&P500 です。分子が日経日本株。分母が S&P500 米国株なんですよ。上がると日経平均、日本株優勢で、下がると米国株優位なんですよね。今、日本株よりも米国株の方が、パフォーマンスがいいような形で動いてきてる。うん。要は、米国株下がると日本株はもっと下がりやすいよ。米国株が上がると日本株はそんな上がんないよね。米国株と同じくらい。っていうような感覚に陥りやすいです。もし下がってくるならば。
そういった動きがちょっと入ってきてるんですね。米国株下がるとまずいね。特にビックス指数が 15.69 まで上がってきてるからね。200日と5日のゴールデンクロス形成も見えてるんで、はい。ビックスとマックディもゴールデンクロス形成してるんでしょ。で、メジャー S 九州でしょ。はい。まあ、警戒してやってかない、いけないっすよね。警戒してやっていかないとね。米国株もね。ビックスのマックディゴールデンクロス形成、デッドクロス形成、相当使えるよね、本当にね。極めれば、騙しも見分けることがある程度できるので、そこはね、知っててもらってる価値はあるんじゃないかなっていうふうには思うかな。まあ、そんな感じですね。じゃあ、他のところも、ちょっと見ていこうと思うんですけど、米国株が今どういった状態なのかなんですよ。ダイバージェンス効果発動してるんですよ、ここも。これニューヨークダウンなんですけど、フィボナッチとレッドゾーンでとりあえず動いてるんですよね。で、日足の割抵抗ライン切り上がってるのに、RSI と MACD の割の抵抗ライン切り下がってるんですよ。その段階で、例えばその下値ラインを抜けてきたりとかすると、下落圧力が入りやすいんですよね。で、ここビタッと止まってるので、ここのラインでしょ?ボード。まあ、バート引きます、これ。この三角持ち合いなんですよ。最終到着点に近いので、もう動くんですよ。RSI の下値ラインを抜けると、ちょっとしっかりめの調整が入りやすい。で、S&P500 もそう。こう、上値切り上がってるのに、MACD と RSI の下値ラインは切り下がっ、上値ラインは切り下がってます。で、直近三角持ち合い、ここも形成してるわけだから、こう、割っちゃダメなんですよね。はい、下に。で、ナスダック。ここも三角持ち合いですよ。相当綺麗に出てるでしょ。上下どっちかにも動くよね。ソックス指数 4.03% 急落。ここもおそらくこのライン割っちゃダメだと思う。さっきのレーザーテックと同じ考え方だよね。下がってる銘柄って大体こんなパターンで出してるんで。 WTI 原油 78.04 ドル、原油は下落基調ね。中国、香港ハンセン上昇、深圳、上海総合指数も上げですと。ドイツダックス 0.67% 今下落。これバンド日柄調整っぽいんで、ちょっと下パラボリックとマックディアン下落トレンドを形成するなら、さっきと同じようにここの2つのラインまでの下落入りやすいと思う。ユーロストック50もちょっと下げて、上のラインから日足が剥がれ落ちてきてます。ビットコイン1050万ぐらいまで上がってますね。今ねビットコイン強いんですよ。あ、ちなみに PBR 一倍割れの ETF は、あれだね、今日 2.65% 強烈に下がってるね。で、日本のリートが若干切り返して、アメリカのリートも切り上がってるような状況かな。アメリカのリートに関しては、やっぱし金利が下がってるから、アメリカの方で。だから上がってるような形。金属、ゴールド、安定資産。バンド中なんですよね。日足が上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンド形成してるんで、これも明日の CPR の結果次第で動くわけでしょ。リスクオフの条件が揃ってきてるんですよね。要は7項目あって、まず一つが安全資産である債券であったりとか、金であったり、デジタルゴールドである仮想通貨に資金が流入します。今、ぶち上がってるでしょ、全部ね。債券買いは、やっぱし、債券買われると金利は低下するので、そっちの方で動いてるでしょ。安全資産の方に資金を向かいましたと。で、ビックスとマックリゴールデンクロス形成して株価下落。で、有事の円買い。ドクターカッパーの下落。この7項目が揃うとリスクオフなんですよ。うん。ドクターカッパーは下がってないんだよね。これだけ下がってないで、他のやつは当てはまってんの。有事の円買いなのかどうかっていうのはちょっと違うんだけど、一応円高方向に向かってるわけでしょ。ビックスマックティもゴールデンクロス形成して、株も下がってきてるんで、条件が揃って AI 関連が急落してるって形だから、一応その、リスクオフの項目は7項目中6項目該当してるんですよね。そこをどう見るかだよね。まあ、もうポジション外してるんでね。はい。うちのチャンネル見てる人はその情報を事前にしてるので、僕外してるっていうところを。で、右流れでやってる人って意外と多いと思うんですよ。なので、まあ、大丈夫だと思うけど。回避できてる人もある程度いらっしゃるのかなと思いたいところですけどね。X の方で、速報出してます。それに関しては当時、売ったよっていうのは。はい。必ず、X の方も皆さんフォローしとってください。YouTube だったら速報出せないので、X なんですよね。うん、速報出すのは、一番早く出すのは。
そっち出しててもらわない、そっち見ててもらわないと、やっぱし、なんかね、情報見逃しちゃったっていう形になっちゃうかもしれないからさ。うん。ちょっとそこあたりはしててほしいかなっていうふうに思います。そんな感じですね。ついね、ちょっと下げがね。なの、あとはこの中小型株か。グロス株も 2.34% 下がってるからね。まあグロス株興味なかったんでやってないですけどね、個人的には。アメリカ、日本の金利が上がれると、中小型株の下落圧力につながる可能性があるので、そもそものところ今月やりにくいじゃないですか。なので、中小型株は僕は触れてないです。一銘柄だけ持っていますけど、高配当銘柄ですよ。バリュー株で。こんな感じですね。なので全体のマーケットの動きを見たんですけども、日経平均の、ここの上昇の要因を考えると、PR16 倍までは期待値で、そこから上の17倍までは、これ期待値以上の何かのボーナスステージだってことは、多分なんとなく分かった人とかも、分かってる人とかも多いと思うんですね。うちのチャンネルずっと見てると。で、それが今、崩れてきてるわけでしょ？PR16 倍ぐらいの修正ぐらいだったら普通にあり得るよねっていうところなんで、決算も終了して EPS もそんな極端に切り上がんないし、でメジャー S 九州であったりとか CPI の結果であったり、日銀の政策変更であったりとか、その他諸々やっぱし重要イベント控えてるから、なかなかちょっと手書きにくいかなって感じがする。まあ唯一ね、高配当銘柄とか配当好きだから、そっち系やっとけばいいのかもしれないですけど、はい。ん？X とトレンドで桜インターネットが上がってる。なんで？また下がってきた。うん。お、桜散ったね。はい、皆さんに事前にお話しした通りですね。3日目、4日前に、もう桜散るよって話してて、ヒント出してて、ライブ配信だからですね。その通りの動きになってきましたね。やっぱ散ってストップ安か。結構ここあたり、こういった銘柄多いっすよね。ストップ安になってるやつって。ちょっと待って。あれはどうなってんの？あったあった。うん。まあ、そうだろうね。はい。メンバーさん、シャープ64の動画見とってください。今月、投稿してるんですけど、三井 E&S も急落してるでしょ？これ直近売買高ランキング1位に確か上がってたと思うんだけど、シャープ64の動画を見ててもらうと、ここあたりの急落のタイミング、さっきの桜インターネットもそうなんだけどさ、事前に把握できてるので、で、それは皆さんに情報公開してるので、はい。結構簡単だったね。で、今月、先週の土曜日のメンバーシップのコメント来てて、VIP メンバーさんは、ライブ配信したんだけど、ゲストメンバーさんには、シャープ64の過去の動画公開してるんですね。だから、勉強会なかったんだけどさ。それも1ヶ月間見ることができますから、そこも見ててもらうと、こういった急騰した、まあ、指定株的な動きをした銘柄の急落する前兆とかっていうのは、ある程度察することができるので、はい。皆さんよかったらそこチェックよろしくお願いします。そんな感じですね。なので、マーケットの全体見たんですけど、まあ、慎重にやっていきましょう。今日僕は買いの手は入れてません。持ってる銘柄、もう含み益は減っちゃったんだけど、事前に、やっぱし値上がりのやつは全部吐き出してたし、信用の枠も、ね、もうすっからかんでもう全く買ってないような状態だし、キャッシュも残してるし、握ってるのは超長期で持っとこうと思ってる高配当銘柄であったりとか、投信とか、そんなもんなんですよ。うん。しっかりとリスク管理できて、もうやってるので、もう損することはないんですよね。ここからはね。あとはね、まあ、どこでそこ打って買うタイミングが来るかどうか。そこはしっかりとやっていきましょう。ピンチはチャンスなんでね。下がってきてくれたら、また安く買えるチャンスなんですから、株は安く買って高く売る。空売りは、ある程度、やっぱし経験積んだ人がやるべきものだと思ってるので、そこは皆さん、知っててほしいかなっていうところですね。まあ、僕推奨してないんで、空売りは。それは自己責任、自己判断でよろしくお願いします。なので、また動きあったらすぐに YouTube だったら X で情報配信していくので、最後よかったら僕のチャンネル登録と、あと X のフォローしておいてもらえると嬉しいのでよろしくお願いします。今日も一日お疲れ様でした。撤収！